梅調風は、木に沙をのぶ教小説、射栄雄伝に登場する架空の人物。当時公約師の弟子であり、公用の姉弟子にあたる。本名は、梅若花だが、公約師の弟子になった際、名を、調風と改めた。なお、公約師が晩年になって取った弟子のほど絵を除く、弟子には全員名前に、風の字が入っている。梅若花は早くに身寄りをなくし、 偏屈な規約師に弟子入りする。しかし、その修行は、少女の身には辛く、兄弟子の陳元風と恋に落ちてからは、辛い東花島の生活から抜け出すことにした。その時に盗み出した、旧陰心業の下官が彼らの運命を狂わせる。というのも、旧陰心業は上下官揃っていない状態で、習得すると、本人の体を損ねる危険が高く、 また技も魔道に落ちてしまいやすいからである。こうして、旧陰神業の下官のみを頼りに習得した、邪悪な技、旧陰白骨詰めを習得した二人は、数多くの人間を血祭りにあげ、かばねの頭蓋骨に穴を開けるなどして、高校恐怖のどん底に落とし入れた。この頃、江南七海の筆頭、カチン悪の兄の下壁蛇を残殺している。いつしか、梅長風は、 鉄、ね、チンゲン風は、銅バネ、二人合わせて、黒風創殺と呼ばれるようになった。あまりに高古で暴れすぎたため、夫のチンゲン風と共に、茂子に移住することになった際、カチンワルラ率いる高難七回と戦う。この時、夫のチンゲン風が覚醒に殺され、また自身は失明している。しかし、復讐を誓い、さらなる力を得て、 数年後に再登場を果たすことになる。弟子は、陽安氏。旧院診行の下官を頼りに、誤った方法で内向を繰り返すうち、下半身不随になっているところを、陽安氏に助けられ、その恩から陽安氏を弟子にした。彼には、旧院白骨詰めを指導し、これが、梅長風なき後も孝子に惨劇を引き起こし続けた。死の規約史を裏切ったとはいえ、 心の中では変わらず尊敬の念を抱いており、けごろも先人が、公約氏は死んだというデマを流した時、憤慨しあだうちを誓っている。その姿を隠れ見た、公約氏は、すでに梅調布裏らが、自分から逃げ出したのは、自分自身の偏屈さが招いた結果だと悔いたこともあり、三つの、条件の達成とともに、梅調布を許すことにしている。だが、 その条件のうち一つは決して果たすことができないものだとは、公約士、倍長風らは思いもよらないことだった。後に、これを知った公約師は激怒し、その原因を作った各生を殺そうとしている。最終的に、全身教の天皇北都人に苦戦する、規約師を救うため致命傷を負う。一つの条件も果たすことはできなかったが、公約師から、 ついに波紋を解いてもらい、十花日刀の弟子に戻ることには成功している。十花日刀の武術を一通り収めているが、最もよく使った武功は、九陰八骨詰め。九陰神業の上巻を読まず、下巻のみを習得したため内功に問題があり、一度は、体を壊している。ありがとうございます。